いやでもヒデもこうやって来てくれました。あ、まあ、こうやってやってくれて、ロペスだけは怒ってましたね。あいつだけなんか空気読まないから、はい、そしたらこぼれ物つけてちょっかりさ、しかも普通に切れいのにさ、なんかスライディングあれちゃんとね、何あれ、あのね、皆さんに説明してるんですか、うん、あっちの方がリスクはない、まあ、ないありますよね。ないですね。試合中に日本代表の選手同士で交わした言葉とかってなんか、店長後半入るときにもうヒデお前が決めて決めろと、はい、それは正解それが結果的に、ね、結果的にそうなりました。で、岡野君前半外してなんかみんなに声かけられたって言ったじゃないですか、はい、なんか覚えてるのあるんですか。なんか多分並びだったかな、うん、なんか1点取ったらチャラにするからいいよみたいな感じ、並みらしい、はい、並みらしい、そんな感じとか、あとなんか笑わせてくれたりとかして、はい、いろんな人が来てくれて、それでちょっとこう、うん、よし、もう自分ができることはなんだろうなと思って、もうただ前でとにかくプレスかけるってことをやろうって言ってやったのがすごく覚えてる。岡田さんはなんか、小川さん、岡野殺すぞって言って殺すぞそれは暴言が出るんだ、いや、始まるんですよ、殺すぞ、やばい。でも本当にそれぐらい言ってない気はするけどね、はい、まあでも本当に、でもそうやってやっぱりこう長い間、長い期間皆さんとこう海外で長かったりして、あそこでやっぱああいう風に声かけてくれたのはやっぱ嬉しかったですね。僕見捨てられてると思ったんで、もう皆さんに完全にしたら、ああやって声かけてくれたから、なんかああよかったみたいな、まだまだ声はかけてくれるんだって。ヒデはめちゃくちゃ怒ってたよね。いやでもヒデもこうやって来てくれました。あ、まあ、こうやってやってくれて。まあ仕方ないことだもんね。もうね、やってしまったことはね。あ、ロペスだけは怒ってましたね。あいつだけなんか空気読まないから、はい。お前は何やってんだよ、ね、ブラジルの血が。ブラジルの血が。まあ怒られても仕方ないですけど。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。ヒデが使わなかったからよかったそうですそうです、ね、自分で、あ、自分でね、はい、自分でこぼれ玉、はい、そしたらこぼれ玉つけてちゃっかりさ、しかも普通に切れいのにさ、なんかスライディングあれちゃんとね、何あれ、あのね、皆さんに説明してるんですか、うん、あっちの方がリスクはない、まあ、ないありますよね。ないですね。普通にポンじゃない、いや普通にポンはリスクあるんですよ。なんでかというと、はい、今までふかしまくってるから、僕はもうね、本能です。あれ体ごといかないとダメだと。あ、体ごとって言った、絶対ふかしちゃいけないと。 あれは誰でも入ると思って、俺もさすがに入ると思ったけど、これはもう絶対だなと思ったから、もうスライディングなの。おかちゃん的には、はい、もうスライディングの方が確実なんでしょ、うん、僕の場合よりか。皆さんはこの辺が確実ですけど、僕はあれが確実なんです、うん、なるほど。体ごといくっていう。その後も何かあったでしょ。何ですか。走って喜んで走ってた時に どこ行ってたのあれ、僕あのわー喜んでたらイランベンチ走ってた。おかしい方向に行ってたからね。いや、わかんない、もうあれです、もうわけもわかんないですけど、ほら入れ替わってるのも忘れてるんですよね。でベンチは入れ替わんないでしょ。いや、自分じゃない、自分じゃない、自分入れ替わってる、前後半だからね。で入れてうわーって喜んだ時に、イランベンチだった。そうそう、映像見たらね、目線がね、こっちチラッとこっち見て気づいてる。そうです、喧嘩売ってますよ。そうです、あれダクシーさん、僕ここ、あれでダクシーさん、ここにいない。終わりだよ、終わりです、ね、標的もいいとこだよ、はい、そう嬉しいとかじゃなかったですもん、本当に。なんかもう、あ、よかったよかったでした。なんかワールドカップがどうだとか、そういうことではなくて、延長は岡の劇場だね、完全に。劇場でしたね、いろいろね、いろいろ。いや、あれは劇場でしたね。元さんがさっき言ったように、あのヒデからは結構練習中球出てきてたわけ、うん、だからもう常に狙ってるんだけど、ね、やっぱ元さんが言うように、もうあいつは信頼するなと、信頼するなとは言ってないか、ね、パス出せたら打てっていうのが、うん、で俺出てくると思ってたまたまいたんですよ。でヒデってこう仕掛けるじゃないですか、うん、でやっぱりディフェンス寄せなきゃいけないと、うん、ギャップできるじゃないですか、うん、でもそこはいつも狙ってたんですよ。右から出てたの、あれって。あれは多分ヒデが左で打って、ちょっと左流れから、どっちからこっちから打ち、僕はもうこの辺にいました、この辺にやっぱり右じゃん、右じゃんこれ右じゃん、右にいて前半もずっと右ラインで来てんじゃん、前半も後半もずっと右、ずっと右、ずっとこういう風にいて、でまあいたんで、そんな感じでしたね。そんな感じ。
でもベンチから岡田さん一番速くなかった。あ、こう走る。あ、飛び出す。ダッシュ。あんなダッシュできんだとちょっと僕後ろで笑ってたの。速いって。この岡田さんとだけやったの。あ、まあ、皆さんバーッ来てましたけど、それ見えたんですか。見えて、バーッて方向を変えた時に、途中でいつ分かったんですか。そのなんかバーッメガネ、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 岡田さんもまっすぐ行ったけどこう違ったじゃん。はい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 、はい、なんか僕がこう行っちゃったじゃないですか、うん、でこう行って多分皆さんもこう来たのにもこうなったからまたこう、そうそうそう、はい、はい、相手ベンチから近いとこからこう来て、岡田さんもまっすぐ行ったけどこう来た。そう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 。ただ本当に初めて出てさ、あんなにやらかしてもう超迷惑なわけじゃない、はい、俺この試合中にですね。マジどう、マジどうしようと思ってたもん。いやいや、だサッカーやったことを恨んだもんね。なんでサッカーなんかやっちゃったんだもん。すごいね。僕はもう正直いろんなこと考えたね。今はめっちゃ笑い話でこうやって話せるわけだからね。そうそうそう、はい、今はですよ、はい、これで負けてたら僕はもうサッカーは絶対やめてますあの時点で。でもね、本当に震えて今まで見れなかったですね、家でも。あの場面出てくるだけでもう震えちゃって、もう負けたらどうしよう、どうしどうやったんだろうってなっちゃうんで、もうなんか15年ぐらいはもう絶対見なかったです。怖くてうわーってなっちゃう。今もうネタにしてるし、うん、ね、今はラジンカップでゴルフコンペもしてるし今はですよ、まあ、楽しいだからその僕が出てたんですよ結構、うん、帰ってから、はい、あれがすげえ、あれ、うん、あの商標登録したらしいやつにしてない、何にもしてないですよ、1円も入ってもらえないあれ絶対入ってるんだもんそろそろあのなんか岡田さんとジョホールバル行ったのあれ何年後か、10年、あれから何十年経って、はい、ジョホールバル行って、あの番組でこの話をしたんだ、はい、2人で、岡田さん2人で、はいはい、間違えた同士で別に僕のことっていうよりもやっぱり大変だったって話してました。あのとにかくやっぱりなかなか勝てなくて、途中で引き受けたし、で僕引き最終予選含めて引き受けたけど、やっぱりあの本当は1回でやめようと思ったらしいんですけど、結構やっぱ勝てない時に選手がもううわーってなってるのを見て、ちょっと俺はこれはほっとけないみたいになったらしいですね。なんで使ったのかとか、なんで僕だったのか、そういう話はしてないと。 あれはなんかこうやって考えてた時に、なんかヒデがポツってなんか、いやこれもあれでしょ、スピードでしょみたいなことポロってなんか聞こえたらしいんですよ。じゃあヒデが後半終わった後、エンジョ入る前とか、それもなんか岡田さんもよくわかんないけど、なんとなくなんか聞こえたのか、なんか聞こえたのか、現状じゃねえ、もう走るしかないでしょみたいな、裏しかないでしょみたいな。まあでも普通に考えてやっぱ疲れてきて足止まってる中で、うん、まあそうだね、ね、ですよね、っていう話をしてたかな、岡田さんが、うんうん、なんとなくなーってこうやってやってる時にヒデだったのかな、誰かが裏しかないだろうみたいな言ったから、もうじゃあそれで岡田君がいるの思い出したんですか。やっとね思い出した、ずっと秘密のまんまだ秘密のまんま秘密のまんままあよく決めてくれたよ。いや、いや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 、もう本当に申し訳ないなと思いますけど、ポンでよかったと思うんだけどそこだけですよねあれポンじゃ絵にならないんですこの試合でワールドカップ決まったと思うんですけど、はい、まあ試合直後でも周りの反応ってどうだったんですか。バスは静かだったね、疲れてきた。いや、そうですね、負けたような感じでしたもんね、皆さん。終わった後、はい、終わった後もなんかどんちゃん詐欺でもないし、なんかみんなあーやっみたいな感じで、控え室がもうすごかったじゃないですか、うん、もう控え室も皆さんも負けたようにこうやってやってて、あ、タオルこうやってやってもこんなになって誰もこう喜んでないというか、なんかどのタイミングかで集まっ、自然と集まって、なんかちょっと飲んだ日なかったんですか。あ、シンガポール移ってから、あれシンガポール移ってから、ね、なんか1日だけなんかシンガポール移ってから、ね、お酒飲む機会がなんかなかったですか。の記憶に少しあるのが、ヒデがなんか飛行機によくこれちっちゃいウイスキーみたいなのあるじゃん、あれをなんか一気飲みしてた記憶が普段飲まないんだけど、なんか空気読んでみんな飲んでるからって言って、なんかそれ、うわー、いやあれですよ、あの時終わってホテル着いたじゃないですか、で、あの食事会場行った時に岡田さんが確かね、シャンパンかなんか開けたんですよ、あのみんなで、お、もう本当よく頑張ってくれたって言ったら、そしたら皆さん帰っちゃったんですね、部屋そうだ、いや、もうそ、もうそんなのいい、そんな気がないって、いやいや、そんなのいいみたいな感じだったんですよ。 そんなのいいと、うん、それよりもう疲れたからみたいな感じで、みんな部屋帰っちゃったのを覚えて、すっごい覚えて岡田さんさ、はい、鴨さんの時さ、頑張ってさ、はい、なんかそういう飲むような場の時、
はしゃいでくれてたもんね、はい、真っ赤になってね、はい、コーチのだからやろうっていう意思はあったんだろうね、はいはい、じゃあみんなでバーっていう感じはなかったんですね、逆に。あとはないね、その次のシンガポールに移動してシンガポールから日本に戻った感じですね。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤キャップアップ。この試合を経験したがゆえのこうなんていうんですか、功績というか経験してよかったなと思うことでありました。経験してよかったことは間違いなくあると思うし、まあ、ほとんどの人がまだサッカー界で頑張ってるっていうところがすごいことじゃないですか、役割は。そうですね、うん、まあ、僕はもうだからビビらなくなります。これ以上試合ないよ。こんなプレッシャー、こんなのないからもう何にもビビらなくなりましたね、その後、はい、これ以上緊張することは二度となくなりました。いはい、はい、僕さっき見れないって言ってたじゃないですか、試合怖くて、はい、でその娘がなんか歴史の本とかよくあるじゃないですか、聖徳太子から始まって、うん、あと日本のなんか事故とか事件とかってこう今までのずっと載ってるのがあって、うん、でパパが出てるってなって、それパパじゃないんだよって説明するじゃないですか。したの？いやいや、だからいやそれは違う、なんか人の歴史っていうかその進化していく過程だよみたいなふざけて言ってたんですよ、うん、だからこのクロマネヨン人みたいな。そうするとちょうどその、うん、もうすぐその後がジョホールバレだったんですよ、それが出てたんですよ、うん、その歴史の方に、うん、でパパが出てるって言って、写真が載ってんですか、お写真も、うん、まあ、皆さんのね、皆さんこれバーって載ってて、はい、でああこういうのに出てるんだったらその当時のやっぱりこう大変だったって、今はもうワールドカップ出て当たり前になってるんですよ、うん、予選とかであんまり応援もしないというかもう 見ないというか、だからちょっとこの時はこんな感じだったんだよっていうのを話した方がいいなと思って、うん、いいそれから話すよ、うん、みんな。あ、そういうことね、はい、うん、この試合の MVP を選ぶとしたら、いやいや僕じゃないじゃないですか、いろんな意味でも、いろんな意味でもいろんな意味でもいろんな意味でも、逆も入れたらね、逆も入れストーリーがあったもん。でもジョーもそうやって考えたら、あのやっぱあの同点で繋がったっていうのはありますもんね、貢献度からしたら、まこちゃんもそうだけどやっぱヒデなんじゃないですか。まあヒデもまあそうですね、ね、得点に、はい、にアシストどんどんゲームを作ってるっていうことを考えたら、ゴンちゃんの1点目大きかったけど、ね、はいはい、そうですね、まあ、それ先生でね、確かにね、やっぱね、なかなか難しいですね、難しいですね、一人じゃない、まあ、ね、最後使わないで打ってやったらやっぱヒデじゃないの。でもですね、うん、冷静な判断が来てるだろうというか多分ね、本人的には見えてるだろうけど、見えてたけど、うん、こっちに流れてシュートを打ってる、目が合ってる気がしたんですけどね。あ、目がなんとなくバーン、あ、来るかなみたいな、いや、打つじゃなくて、うん、あ、岡野いいんだみたいな、あ、じゃあやめたみたいな、だあれで、ね、こっちかわしたもん、ね、あ、まあ、それぐらいできるレベルだからね、はい、シュートの前の段階ってことですか。じゃあヒデでいいですか、岡野。いや、まあヒデでいいんですかね、もういいんじゃないですか、ね、はい、ね、で前園さんって、ワールドカップ決まった瞬間って何されてるんですか。いや、この試合は見てるんですよ。カラグシだ、カラグシ怪しいな、見てるのは見てます。でも、どこでどこで見てたの。覚えてないよ、ほら覚えてないよ。いや、家だと思います。どこの家、どこの家。え、日本時間何時ぐらいだったかな。いや、でもフルに見てるのは覚えてます。カラオケ、カラオケで時間違って、カラオケで。いや、そういうとこしか行ってないだろう。そういう、限られてますよ。まあ、だから中にいる人たちのさっきの話と、まあ、外で見て、まあ、テレビで見てる人たちはやっぱそこの中のことは分かんないから、まあ、大丈夫かなっていうような感じでは見てたんですよ、うん、まあ、岡野君はだから決定機差ぐらいでしたっけ、前半、うん、3つで、大体ああいうのってまあ他の試合でもそうだけど、外から見てるとあれ流れ良くないなって思っちゃうんですよ、うん、まあ、外から見るとね、決めるところで決めてないとこれ後で来ちゃうなっていう、でそれこそ大 A の決定機もあったし、うん、あれって思ってるのはなんとなく覚えてます、うん、まあ、力的には全然勝てるっていうのを思ってましたけど、その前のドーハ含めてやっぱワールドカップ出てないんで、その最終予選を勝ち抜く難しさ、その、まあ、アジアを勝ち抜くっていうのはそれはなんとなく思ってたし、それはオリンピックでもやっぱ経験してるから、舞台は違いでやっぱり最後どうなるか分かんないなっていうのは思ってましたよ。ワールドカップのメンバー、これ発表されたのって、カズさんはなんかもう荷物をこう取
整えてたから、はい、怒りながら、はい、でそこに井原さんとゴンちゃんがいてて、はい、でも井原さん泣いてるからさ、うん、もうその午後の練習で井原さん怪我して結構大きかったから内側やってたの、アルゼンチンに間に合うか、実は間に合うかどうかみたいな、でするはずのない怪我したみたいな感じ、なるほど、井原さん